デビルツらしい甘さが最初に来て、でほのかに苦みが後をかける、ですか。まさにチリのカベルネっていう、教科書的な本風です、うんうん、はい、やはりこのスルといえば一番はピノノワール。ブラの小さなワイン屋さん、ロワンからお届けいたします。ロワンチャンネルです。田辺さん、どうも田辺さん、どうも。何気に言いました。この立ち順が久々だなと思いました。あ、そうですか、そうですね、そうですね、いつも逆の感じ、はい、で、今日は田辺さん、はい、早速ではずらっとすごいですね。このすごい石くれたシリーズを一気にテイスティングしてみようかなと。いいんですか社長、いいですか OK 出ましたので、はい、ぜひなかなかこう一気にテイスティングっていうのがないので、はい、端からちょっといってみましょう。はい、まずはいきなりシャルドネ味見ちゃいましょうか。じゃあいきますよ。はい、シャルドネです。はい、しかもこのビシクレタシリーズは、うん、オークダルで熟成してない。そうですね、アンオークドって書いております。はい、シャルドネいきましょうか。はい、じゃあいろいろ品種比べていきましょうか。ですね、はい、どうですか。一気に贅沢ですね。贅沢ですね。香りはやはり穏やかで、はい、でもね、独特のなんか熟れたフルーツがあるんですよね。なんか梨のような香りと、リンゴも、柑橘よりはちょっと、リンゴですかね。このリンゴの青リンゴというよりちょっとキリンゴ的な感じも、はい、ですね、あって、なんで単純にこう樽なしでこう、はい、ニュートラルっていう感じではない。もうちょっとこの南の、うん、うん、美味しい。下の旨味があります。旨味あります、うん、やっぱこれはやっぱチリの果実豊かで、うん、フルーツのなんかトロピカル感がある、パイナップルとか、ちょっとピーチっぽい感じのニュアンスもあるので、ただ単純に爽やかな感じの辛口っていう感じではないですね。まろやかでソフトな果実感もある、という感じの白ワイン。そうですね、まず最初はこれからね、行かないと。行ってみると、はい、まあ、当店でもなかなか最初、ロンワインは分かんないんだけど、なんかおすすめある、うん、っていうふうな聞かれ方されることありまして、その時にやっぱりまず、やっぱり基本はシャルドネですかねみたいなおすすめ方をするので、少しこう王道といいますか、うん、はい、ここから始めるっていいじゃないですかね。ソービニオンブラン。はい、ソービニオンブラン。これアルコール結構違うんですね。じゃあシャルドネ13で、ソービニオンブラン12。チリの中でもすごい透明感があるね、グリーンが入ったワクワクしい感じで、なんかね、あれですよ、いい感じのそのハーブ感が強すぎない、全然穏やかなんですよ。一般的にニューワールドのなんかトロピカルでハーブ感が強いってイメージの方も多いかもしれないですけども、ミントが綺麗に出てて、あくまで柑橘系の香りがはっきりしてます、グレープフルーツの香りとかレモンの香りが、あと、まあ、ライムですね、ライムの香り、うん、セビーチェとかあいつじゃないですかね。セビーチェってシーフードの料理、魚介のセビーチェっていう料理なんですけど、ペルーとかチリとかでね食べるちょっと酸っぱい感じのね、シーフードの料理なんかは相性がいいんじゃないかな。なんかドライじゃなくてやっぱフルーティーで、はい、難しくない感じの美味しさ、わかりますか。分析になってないっていう感じですよ。わかりやすく美味しいっていう感じですかね。だから、はい、ジューシーなってコメントがあるんですけど、まさにそんな近い感じ、感じですね、ジューシーな感じっていうのはあります、はい、うん、これもいいですね、やっぱりアロマティック品種、はい、ビオニエです。ビオニエなんかは比較的こう病気に弱い品種でなかなか育てるのが難しいっていうふうに言われたんですけど、チリでも、まあ、今世界中で作られ始めて、チリでビオニエ珍しいですよ。でもあ、チリでこんな品種作ってるのはすごいです。すごいですよね、はい、でこれね、分かりやすいアロマティックタイプ、はい、香りが黄色い桃ですか。そうですね、桃、アプリコットってよく言われますけど、はい、より甘い果実の香りしますね。
花もね、黄色い感じのイメージの花、はい、フローラル、華やかビオニエらしい感じ、なんかこの色のイメージすごい、すごいな、ね、こだわり上手ですね、上手です、色の付け方が、ね、まろやかでジューシー、よくジューシーな果実、はい、先ほどのやはりソーヴィニヨンブランとかシャルドネよりももっとあの甘みが感じられる、まろやかな甘さが感じられる、そういった、はい、酸も柔らかい、うん、ちょっとクリーミーというのか、いわゆるまろやかなソフトな、そういった味わいで丸みがある、しかもこうなんかフランスと違う感じがもうちょっと甘い感じで、なんかシロップ漬けみたいな黄色いものの感じ、甘い感じはありますね、はい、お客様によくご紹介するときに、うん、もう缶詰みたいな香りがしますね、なるほど、はい、ご紹介の仕方をするんですね、よく甘やかなイメージを伝えるために、はい、クリームソースのパスタとかいいかもしれない、ツナクリームパスタっていうのが、そういう感じがいいかな、はい、合わせてっていうふうに思います、はい、続きましてリースリングです、ね、すごいどんどんいます、はい、こちらも同じくアロマティック品種ではあるんですけど、なんかクールな香り的にはなんかあのドイツのリースリング、はい、アルザスっていうよりはドイツのあのやってる感じがします、いわゆる、青リンゴとか白桃のそういった香り、スイカズラと菩提樹、白い花、これはまあリースリングによく使われるフローラルアロマがしっかりとしているという感じはしますよね、高貴なる品種なのでこのリースリングの光ってたはよく出てます、やっぱドイツらしいモーゼルみたいな感じかな、オフドライちょっと甘さが最初に来て、でね、明らかに酸が伸びる、あの直線的で、リースリングの特徴ですね、余韻が、これ品種の勉強めちゃくちゃいいじゃないですか、いいですね、ソムリエ試験テイスティング用の勉強としてはすごくいいけど、まあお安いし、続きましてエビストラミエアルザス系品種、はい、こういう色になるんですね、エビストラミエ、すごいイメージなんでしょうね、うん、妖艶だというかやっぱり華やかさ、うん、高貴さって感じなんでしょうね、あ、来ましたね、白いバラ、うん、ねえ、わかりやすくライチだ、ライチもね、ライチ、マスカット、白いバラ、コリアンダー、定番ですけど、品種の個性がよく出ています、ゲビルツらしい甘さが最初に来て、で、ほのかに苦味が後を追っかけて、で、酸味は滑らかで優しい、まさに教科書通りのコメントですけど、はい、っていう感じです、個性が分かりやすい、アルコール 12.5 っていうのはゲベルストラメージではちょっと低いですね、はい、ゲベルストラは13から13.5、下手したら14とか糖分が上がる品種なんですけど、そういう意味では糖分をあまり上げすぎてない感じで作れてるのかな、はい、では続きまして赤ワイン、駆け足が入ります、今回はマルベックですね、まず、うんうん、マルベックです、南米らしい品種、アルゼンチンといえばって印象になりますよね、そう、はい、なのにチリっていうね、はい、でもチリもアルゼンチンと一緒にアサードって言って牛肉のグリルの焼く料理は、はい、あの有名なんですよ、チリでも食べますけども、チリでもね、アサードの店ありましたので、まあ、マルベックもそこにすごくフィットする、マルベックらしいスモークの燻製の香りがあって、黒系果実、やっぱブラックベリー、ブラックチェリー、グリーンのトーンはやっぱりあんまりないというか、もっと完熟したくらいフルーツっていう感じがしますかね、チョコレートとかコーヒーとかそういうようなフレーバーも少し、うん、ちょっとありますね、やっぱ黒系の果実でそういった印象はありますね、タンニンもまあまあいい感じある、中程度ぐらいにある、はい、黒系果実の甘い感じの果実感がある、で酸味はやはり柔らかく滑らかな印象で、やっぱこの燻製香っていうのが特徴になるのがスモーキーな感じがよく出てて、マルベックらしい感じです、牛肉でぴったり、続いては、はい、カベルネ・ソーヴィニヨン、有名な
これもキャプテンヨーロッパ王道のワイン色っていう感じを使ってるところがまさにそうですね、赤ワインレッドっていう、で言えばやっぱボルドーレッド、ボルドーレッドですよね、でカベルソーヴィニヨン、ボルドー品種、色はそんなに濃くないんですね、これもよくできますね、要はカシスとブルーベリーの香りがあって、ちゃんと杉の香りがあって、まさにチリのカベルネっていう、うん、教科書的な本当に香りです、ね、グリーンフレーバーがちょっと感じるのが特徴なのかな、そこは香りのポイントになってくるんです、でなおかつ黒いフルーツがしっかりとしている、美味しいですよ、だからこの価格帯で、ニューワールドのカベルネっぽくしっかりとジャムのような、甘みを感じるよ、それもあります、うん、13% のアルコール、全般的に考えていくと、アルコールがミディアムな感じで収まってるんですよ、ニューワールド、ね、13.14、特にチリなんかはすごくありますけど、そこまでいかずに軽やかな感じで仕上げつつ、ブドウ品種の個性がもう本当にはっきり出てて、まあ、飲み比べに最適、飲み比べすぎ、続きましてはメルロ、このペースでいいのかな、こんな短時間で、あ、でもね、やっぱピラジンみたいなよりちょっとピーマンっぽい感じの香りがこのメルロに関してはあります、少しあります、で、色もかあの黒系、マルベクの方が黒系出てまして、はい、でちょっと黒系から紫系 でちょっと紫系から若干赤系って感じ、レッドプラム、ブルーベリー、そして若干そのグリーンな感じの香りがある、てか取れる人はもうはっきり取れてます、私の場合にはこうメルローの場合には土っぽさ、少しキノコっぽさっていうのが特徴かなと思ってずっと思ってた、その辺のちょっと土っぽさはあまり出てないないですかね、はい、要は、あまりそのやっぱ熟成がほぼほぼなされてないんじゃないかな、そんなにね、フレッシュベルティー、ただね、飲むとちょっと土っぽい感じなんです、なんかそういうごぼうとか、まあ、やっぱりキノコとか、土っぽさを伴うそのお野菜とかを、まあ、添えていった、肉でも、まあ、あんまり重くない感じが、いいのかなとはいえ、やっぱ赤身系がいいのかな、牛肉でも厚切りっていうじゃない、薄切りの焼肉みたいな感じでスライスしたような感じがいいのかな、でそれに椎茸とか、ね、焼いた椎茸とか、はい、まあ、あとまあ焼き鳥とかもいいのかなっていう、そうですね、カベルソーヴィニヨンはやはりね、ある程度タンニンが落ちて、はっきり赤身のステーキとかいう方がいいかなっていうふうに思いますけど、メルローの後にカルメネールなので、教科書的にもそうですね、カルメネールはメルローと間違えられていた、はい、品種で、ちょっと酔っ払ってきました、珍しい、ちょっとすぐ酔っ払って、はい、で、チリで生き残って、似てますかね、品種ということですね、ちょっとグリーンがありますかね、やっぱ割とピーマン系は出やすいって言われている品種ではありまして、要はピラジン的なってグリーンで、フルーツがそんなに強く出てない感じ、ブルーベリーとかカシスとかね、が穏やか、でもグリーンフレーバーほのかな感じでそんなに強く出てないです、ピーマン粉はちょっとあれだっていう人もそんなに嫌じゃないかもしれない、これだったらですね、でカルメネーレはやはりソフトです、すごく果実が甘くてまろやかで、ジューシーな感じっていうんですかね、こう果実の 赤果実とか紫系果実のジューシーな感じで、タンニンが非常にソフト、酸味が柔らかくて果実感がこう柔らかい感じ、なんかこういった品種の中でも特にあのソフトさ、柔らかさっていうのが持ち味になると、ちょっと煮込み系がいいかなと思うんですよね、牛肉の、ほほ肉煮込みみたいなのとか、ちょっと角煮的な感じの、ああいう甘い感じの煮込みの料理なんかはいいかなっていう思います、これも洋食でも煮込んだよ、牛肉、そうそうですね、行きました、シラですね、
忙しいですか、うん、いいペースだと思います一気に比べないと分かんないんで、そうですね、うん、はい、間を空けずにシダーはちょっとどうですか、やっぱ黒胡椒出てますね、やっぱ一番スパイスが多いですかね、黒胡椒、ナツメグ、リコリス、肝臓、まあ、いわゆる肝臓的な感じのリコリス、スパイシー で、ね、でやや、ね、動物感がやっぱあります、あ、いわゆる、はい、あの品種の典型的コメント、典型的コメント、うん、シダーって結構酸があるんですね、綺麗に伸びる酸が、この辺って結構柔らかかったでしょ、酸味、はい、酸味柔らかかったです、うん、おそらく一番シダーが酸が後味に伸びる感じ、でタンニンもミディアムで骨格がこう感じられて、はい、説明がしやすい、もうなんか品種の肉がそのまんま当てはまる、確かに、はい、もう肉料理説明がしやすいっていう感じで、ペッパー製品、ペッパー製品、はい、おすすめしてますね、はい、結構やっぱお気に入りのお客様多いですね、うん、リピートしてスーパーにある鴨肉のブラックペッパー風味とかそういうのも、あ、あのおつまみ、おつまみの合わせですね、あるでしょうね、うん、うん、はい、うん、いいですね、獣っぽさが強い、野生っぽさが強い、あとはレバーとかね、レバー炒めとか、まあ、そういうのは濃厚なのいいので、まあはっきり違います、はい、シダーの色もいいな、カップの色もこれもそうですね、いいです、やっぱり、ね、青いんですよね、シダーって、青い感じの主張は、それを表してるんでしょうか、ポイントだと思うんです、はい、ということで、最後は、してまいりました最後はラストの、はい、やはりこのスルといえば一番はピノノワール、はい、なんで オーラスはやっぱピノノワールです、はい、色は明るい、明るい、ラズベリージェット、そう、このスルがチリで一番初めにピノノワールを植えたらしいです、うん、よく知ってますね、本当にバッチ気をつけてください、自信がある、はい、うん、穏やかな感じで、でも赤系果実がレッドプラム、ラズベリー、いちごの触れた感じ、少しだけ紅茶の香り、はい、そんなにあのナメシガーが強い感じではない感じ、もっとフルーティーなニューアルって言ったんですけど、赤い果実を中心とした、はい、ピノノワールチャーミングなっていう表現なんですけど、そういう感じ、可愛らしい感じ、緻密な感じ、すごいですね、うん、一番舌触りがやっぱりキメが細かい、うん、から一気に比べてみるとなんか分かりますね、これぐらいちょっと一気にやってほしいですねぜひやってないから本当に分かります、本当にすごい違う、こういう回転もすごく多分盛り上がると思うんですよ、ね、盛り上がりますね、あの料理ちょっとずつでいいんでおつまみ用意して、綺麗な酸味があった、まあ、最後はあのこの伸びやかな酸味で終われる、いいですね、ピノノワールで終われる、綺麗終わる、素晴らしい、シャドネからピノノワールのリレー、はい、鶏肉がいいかな、やっぱりね、鶏肉、ミートボールみたいな感じでいいかもしれないですね、ちょっとこう、うん、なんていうか、甘いしょ、うん、甘しょっぱいような、焼き鳥のタレもいいです、どれとこ和食に合う、うん、うん、トマトとかあのピザ、トマトソースピザ、ピザとかいう感じで一気に畳みかけましたけど、はい、はい、ということでですね、はい、このスルリスピーターで11種類、はい、はい、一気にこうマラソンというよりもほぼリレーですね、はい、非常に、田辺さん、いい感じに感じでしたか、どうですか皆さん、はい、ということで、はい、ということでご視聴の皆様もぜひ一度お楽しみいただ、お試しいただければと思います、酔っ払ってきました酔っ払ってきました、はい、ではここまでご視聴の皆様どうもありがとうございました、はい、チャンネル登録そしてグッドボタンいただければまたこういった企画をですね、どんどん配信できればと思います、では、田辺さん本日はい、ありがとうございました、ありがとうございます、では皆さんさようなら。